誰もいない教室の片隅に置かれたノートにあなたの名前を書いては消した。ただ気づいて欲しくて、あなたに会えてよかったと、あなたの前で言えたなら、私の声があなたに届かないのは、臆病で弱虫なウサギだから。桜の花びらがひらひら舞う中で、さすがに似合うあなたは群がる人に紛れ、涙を浮かべながら笑っている。そんなあなたを遠くから見ることしかできない。私は桜うさぎ、遊びなればこの気持ちは消えてしまってるのかな。もう二度と見ることのないあなたの制服姿が眩しくて、あなたのことを私の顔が熱くなる。そんな私にあなたは気づかないでしょう。意気地ない泣き虫なウサギなのに、見ることしかできなかった。3年の月日は決して独りよがりじゃなかったと思い続けた時間は、気が遠くなるほど長くて、届いて欲しくて伝わって欲しくて、思いは溢れてゆく。桜の花びらがひらひら散った頃、あなたに想いを伝えようと、今ある全ての勇気を出して、高鳴る心、脈打つ鼓動、私の想い。桜の花びらが風に乗って運ばれて、私と